今日の朝ごはんはソイプロテイン半分34キロカロリー、アナバイトマッチビタミン0キロカロリー、みかん31キロカロリー、ブロッコリー9キロカロリー、オートミール111キロカロリー、納豆86キロカロリー、卵黄67キロカロリー、干しエビ8キロカロリー、蒸し鶏むね肉55キロカロリー、ネギ塩だれ13キロカロリー、キャベツ6キロカロリー、柿 0.3 個分35キロカロリーになります。合計455キロカロリーです。お昼ご飯はざるそばを1人前299キロカロリー、でサバの水煮の缶詰のとキャベツの千切りを合わせたサラダで合計が75キロカロリーで、鶏むね肉69キロカロリー、ネギ塩だれ19キロカロリー、ネギ2キロカロリー、干しエビ5キロカロリー、わさび8キロカロリー、体健やかさになります。やっぱりねちょっとねお昼のカロリーを少なすぎたんで、もうちょっと取ればよかったんですけど時間がなかったんで取れなかったです。晩ご飯は大根菜10キロカロリー、ゆで卵72キロカロリー、ふきの煮物14キロカロリー、鯛の塩焼き90キロカロリー、オートミール111キロカロリーです。合計でかなり少なかったんで、サバの水煮の缶詰がお昼のやつ半分余ってたんでそれを食べました。99キロカロリーです。合計がだいたい400キロカロリーになります。1日の合計カロリーが1330キロカロリーです。まあ、ちょっとカロリー少ないんですけど、他のバランスもそこそこいい感じですし、ちょっと今日は運動をね時間取れなかったんで半身浴ぐらいだったんで少なめになってますよ。まあいいかなと。明日はね、もうちょっとお昼を意識して撮りたいなと思います。そしたら今日も短いですけど、この辺で終わります。お疲れ様でした。バイバイ。